やあ、キリト、いいところに来た。ちょうど今、新しいイベントの情報が入ってきたところだぜ。すっごく変なイベントなんだよ。二人一組で NPC に将来のことを占ってもらうだけでアイテムがもらえるんだって。しかもその相性によってもらえるアイテムの種類が違うらしいの。ぜひパパとママも行ってみてください。必ずレアアイテムが出るはずです。ハードル上げられちゃってるけど、どうする？行ってみる。どうせ君のことだから、レアアイテムには興味津々なんでしょ？場所は中央広場の裏手でいいんだよね。ね、すみません、私たちの将来のことを占ってほしいんですけど。いいですよ。なかなか変わった運勢をお持ちのようですね。しかし明るい未来というわけではなく、前途多難なようです。そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。明るい未来を切り開けますように。あんまりいい占い結果じゃなかったけど、これは。それって初めの頃キリト君も使ってたよね。言えないよね。なんだか地味にショック。アニールブレードか。キリトとアスナの相性が良くないってこともないと思うけど。じゃあ今度は私が行ってみる。リアルに妹なんだから相性は抜群のはずだよね。相性ってそういうことじゃないような。占ってほしいんですけど。
確かな未来を感じます。しかし望まなければ叶うこともないでしょう。そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。確かな幸福を手にできますように。アピールするのよ。それはそのだから腕を組んでいくとか。そうですよね。私は全然問題ないですから。複雑なんですけど、アスナさん、キリトさんをお借りします。すみません、二人の将来を占ってほしいんですが。できますね。光り輝く未来が見えました。たやすい道のりではありませんが、必ずや乗り越えることができるでしょう。そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。輝く未来が訪れますように。じゃあ
なるほどなるほど。イチャイチャするのが重要か。じゃあ私リベンジしてもいいかな。もっとたくさんイチャイチャすればいいってことだよね。私ももう一度挑戦する。今のままじゃ負けっぱなしみたいで嫌だし。俺もお供させてもらうぜ。どのくらいのイチャイチャでレアアイテムが出るか見定めねえとな。それでは皆さんで行きましょう。じゃあキリト君、後ろから抱きついてみて。占ってほしいんですが。もう告げるべきことはありませんよ。最善と思うことを行ってください。試してみるってのはどうだ。違う違う、お前じゃない、女子だ女子。ごめんなさい、私なんだか疲れちゃって。私も。おい、俺すごく傷ついてるからな。それあれ、みんなこんなところで何してるの。実はですね、順番で私に行かせてもらうわよ。うん、どんな風にイチャイチャするの。そうね、あ、そうだ、ちょっと待ってて。無茶はしないから安心しなさい。お待たせ。そうだよ、じゃあこれをキリトに食べさせてみて。ああ、そういうことか。
あーん。今だ。将来のことを占ってほしいんだけど。これは、とても珍しい運勢ですね。珍しい道がゆえに、人との助け合いが大切になってくるでしょう。そんなあなた方には、これを差し上げましょう。幸多き人生でありますように。これって金属素材？でも価値は高くないかな。そんなに珍しくもないし、嬉しいけどさほどじゃないって感じ。なかなかこれってものが出ないね。いや、出たら出たで複雑なんだけど。じゃあ、今度は私がやってみますね。私をお姫様抱っこしてください。もっとギュッとしてください。はい、そうです。将来のことを占ってください。変わった運勢ですね。何か大きく立ちはだかる障害があります。それを乗り越えれば永遠の絆が築かれることでしょう。そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。実り多い生涯が遅れますように。これは回廊結晶ですね。いいのよ、ゆいちゃん。多分パパに問題があるんだから。そうじゃないと説明がつかないもんね。じゃあ次はシノン。あらかじめ断っておくけど、イチャイチャとかそういうのはいらないから。くらい繋ぐのは問題ないわよ。将来のことを占ってほしいんだけど。さまざまなことが心の持ちようで変わっていくようです。しかし逆に、気持ち次第で悪い方に転がる可能性もあるということで。
そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。光り差す未来を迎えられますように。でもそれ、こないだ NPC 武器屋の棚で見かけたわね。みんなと同じで、さほどでもない感じ。じゃあ、最後は私ね。イチャイチャだよね。任せてキリト。運勢をお持ちです。暗雲が漂う未来が見えます。善と多難なようですね。そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。明るい未来を切り開けますように。これは行く。これでレアアイテムが出りゃ、それはそれで笑い話にもなるしな。しかしこんだけ女子がいて、おめえととはな。イチャイチャする必要はねえんだよな。すごいです。向かうところ敵なし、望めばすべて叶うでしょう。そんなあなた方にこれをお受け取りください。これはきだな。
だな。ちょっとつまんねえ結果だが、謎は解決したってことだ。キリトさん。クラインさんと。仲がいいとは思ってたけどね。ランダムよ。そうよね。そっかな。キリトとクラインは相性抜群なんじゃない？おい、誤解受けるようなこと言うなって。俺様はそういう趣味はねえからな。冗談でも男同士でこのイベントはやるなって周りに伝えておかねえとな。